はいどうも、森です。今回は明治安田生命 J1 リーグ第20節湘南ベルマーレ対ガンバ大阪戦のマッチプレビューをやっていきたいと思います。まずはガンバ大阪の現在のリーグ順位と直近の対戦成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。ガンバ大阪は現在勝ち点21でリーグ順位は13位です。直近5試合では1勝1分け3敗となっています。連敗が続いていましたが、好調サンフレッチェ広島に勝利し連敗を止めると、前節浦和レッズ戦では斉藤美月選手の得点で先制点を奪い、勝利目前で PK を与えてしまい痛恨のドローとなりました。ガンバ大阪としては守護神東口選手が戻ってきてから調子はかなり戻ってきてるのではないでしょうか。さあ、そして湘南ベルマーレとガンバ大阪の直接対決の直近5試合の対戦成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。直接対決では湘南がガンバ大阪に対して2勝2分け1敗です。直近5試合に関しては湘南が勝ち越しています。非常に硬い試合が多く、なかなか得点が動きませんね。今シーズンの前半戦では山本選手の劇的ゴールで勝利を収めました。今季2戦目も勝利してシーズンダブルを狙っていきたいですね。そしてホーム戦のみでの直接対決直近5試合の成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。ホーム戦では1勝1分け3敗です。ガンバ相手にホームでなかなか勝てていませんね。ホームでは複数得点が奪えておらず、失点するときは複数失点をしてしまっています。今節ではガンバ大阪をゼロで抑えること、そしてホームで複数得点を狙っていきたいですね。さあ、それでは今節の湘南ベルマーレの予想スタメンとガンバ大阪の予想スタメンを発表させていただきたいと思います。まずは湘南ベルマーレの今節の予想スタメンはこちら。フォーメーション352、ゴールキーパー真渡選手、3センターバック杉岡選手、大岩選手、タチ選手、ウィングバック畑選手、石原選手、アンカーに田中選手、インサイドハーフにバラダ選手、池田選手、そして2トップに大橋選手、瀬川選手という布陣を予想させていただきました。まずはゴールキーパー谷選手はガンバ大阪からのレンタル中なので、今節は出場することができません。おそらく直近でベンチ入りしている真渡選手がスタメン起用になるかと思います。その他連戦が続く中でメンバー変更はしていくかと思います。ウィングバックに畑選手、フォワードに大橋選手が入ってくると予想をしました。また前節試合終盤で負傷した町野選手が大怪我ではないと良いですね。さあ、一方ガンバ大阪の予想スタメンはこちら。フォーメーションは3-4-2-1、ゴールキーパー東口選手、3センターバッククォン・ギョンウォン選手、三浦選手、福岡選手、ウィングバックに黒川選手、小野瀬選手、2ボランチにダワン選手、奥野選手、インサイドハーフに石毛選手、山見選手、そして1トップに坂本選手という布陣を予想させていただきました。ガンバ大阪は前節得点を取った斉藤美月選手は湘南ベルマーレからのレンタル選手なので出場することができませんが、今節は東口選手が戻ってきています。前節の試合のように前線から中盤で連携した守備からボールを奪い、数多くのシュートチャンスを作ることが重要になってきますね。さあ、それでは今節の見どころです。今節の見どころはこちら。シーズンダブルで上へというところを挙げさせていただきました。勝ち点差が3位内で多くのチームがいる中で足踏みはできません。ここで勝利して必ず順位を上げていきましょう。まずは今節守備面の見どころはこちら。ハイプレスの戦いというところを挙げさせていただきました。ポイント1つ目としては前線からの守備です。ガンバ大阪は試合立ち上がりから前線からのハイプレスで自分たちの時間を作ってきます。
互いに立ち上がりからインテンシティの高い試合になると思いますので、どちらが前線からの守備で終盤でボールを奪い切れるかがポイントになってきそうですね。終盤では京都戦のような激しい戦いになると思いますが、連携した複数人の守備でボールを奪い切りたいところです。そして守備面2つ目のポイントとしては、サイド攻撃をシャットアウトすることです。ガンバ大阪のサイドの仕掛けには警戒していかなくてはなりません。特にガンバ大阪の右サイド、今節も小野瀬選手がスタメンで出てくると思いますが、ドリブルでの仕掛け、クロスやシュートも積極的に狙ってきます。特にペナルティーエリア内への侵入はさせないようにしていきたいところですね。前線からのプレスと中盤での連動した守備でウィングバックが高い位置を取ることで相手を押し込んでいきたいですね。またガンバのサイド攻撃からカットインされた際はセンターバックのカバーも重要になってきます。今節は湘南の左サイドの連携した守備が4試合連続のクリーンシートにつながってくるのではないでしょうか。サイドの攻防にも注目です。さあ、そして攻撃面の見どころです。今節の攻撃面の見どころはこちら、決定機を逃すなというところを挙げさせていただきました。攻撃面の一つ目のポイントとしては、ショートカウンターで仕留めるとこです。互いにハイプレスで高い位置でボールを奪うことを狙っています。ボールをダッシュした際はショートカウンターを仕掛けることで必ずチャンスが来ると思います。またガンバは守備時にしっかり人数をかけ堅い守備を見せてきます。3センターバックが相手ということで、前節の名古屋戦のようになかなかペナルティーエリア内に侵入することが難しい試合となりそうですが、ボールラッシュ後のポジティブトランジションで違いを見せていきたいですね。そして必ず来る決定機を確実に仕留めていきたいところです。今節は必ず得点を奪いましょう。そして攻撃面2つ目のポイントとしては、クロス、セットプレーのアイディアです。前節名古屋戦で課題となってしまったクロスとセットプレーの種類を増やしていきたいですね。ガンバ大阪との前回対戦時でもクロスから得点を奪っていますし、クロスの質を高めていくことが重要です。アーリークロスやサイド深い位置をえぐってからのマイナスクロスなどパターンを増やし、得点シーンを作っていきたいところです。セットプレーも同様に狙う位置を変えたりキッカーを変更するなどパターンを増やし、得点を狙っていきましょう。前節から中3日で少しでも違いを見せれることを期待しています。ガンバ大阪とは勝ち点差1での直接対決、ここで勝利してガンバ大阪を抜いて順位を上げていきましょう。さあ、そして最後に今節も相手チームの中から注目していきたいプレイヤーを1名ピックアップさせていただきます。今節ガンバ大阪の注目選手はこちら、小野瀬康介選手です。小野瀬選手は今季ここまで3得点と高い得点力を見せています。右サイドでプレーをすることが多いですが、ドリブルでの仕掛けで縦への突破からのクロスやカットインからの強烈なシュートもあり、捉えるのが難しい選手ですね。今節もドリブル突破から強烈なシュートで得点を狙ってきますので、湘南の左サイド、ウィングバックとセンターバックで連携した守備で確実に抑えていかなくてはいけない選手です。ガンバ大阪の攻撃の起点でもある小野瀬選手を抑えることが失点を抑える一番のポイントになるのではないでしょうか。ガンバ大阪の右サイドからの攻撃に要注意です。ということで、今回は明治安田生命 J1 リーグ第20節湘南ベルマーレ対ガンバ大阪戦のマッチプレビューをやっていきました。湘南ベルマーレは3試合連続のクリーンシート中です。今節も失点なしで、そして東口選手から得点を奪い、今季シーズンダブルをしましょう。
それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。